てて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 てどうも、バタでーす。今日レビューするのは、かつて傑作玩具だった、タカラトミーの、あれをレビューしてきます。それが、これだー。装甲指令ボトムズ、アクティブギア、の、クメンの砲火をレビューしていきたいと思います。まあ、これ、すごい傑作玩具だ、傑作玩具ですよ。まあ、これ復活ですよ。レビューしていきたいと思います。イエーイ。じゃあ皆さん、ねえ、アクティブギアって言うと、確か、11年前に、僕は社会人になりたての、の時にあった、ボトムズの、小さな、おもちゃでもあります。まあこれ、ハイエージ向けの、玩具だと思いますけどね、こんな風に。後ろはクメン砲火って書いていてさ、入ってるのが、確かストライクドッグと、番外編、でおなじみの、ベルセルガーと、あとはマージードッグが入っています。まあこれスコップドッグだけどね。まあアクティブギアシリーズって、手のひらサイズの、ボトムズのやつですね。まあこんなアクティブギアって、まあアクティブギアいいや。まあアクティブギアとしてはいいけども、装甲紙幣ボトムズって皆さん知ってますか？まあの高橋良、ガンダムと同じ自家車のサンライズの制作で、しかも、高橋良、ダグラムとか、ガリアンでおなじみの、高橋良介、良介監督の作品でもあります。まあ、最初が、ダグラムだったけども、ボトムズは2番目でもあってさ、主人公の、キリコが、確かハードボイルドっぽいキャラクターでもあります。まあ、もともとボトムズは、80年代で、宝から、発売した玩具でもあります。まあ、現代はタカラトミーなんですけども、リカちゃんとかさ、トランスフォーマーと、おもちゃは同じで、まあ、タカラがオリジナル玩具でもあります。まあ、でも現代はタカラトミーだもんで、タカラトミーが、ボトムズでは、オリジナル玩具でも あってね。まあ、ボトムズ80年代では、デュアルモデルとか、ボトムズのプラモデルも出してあってね、宝ではね、まあゲームもそうだったもんでね。まあね、今のボトムズでは、バンダイが、おもちゃが、バンダイのやつが多くなったもんでね。
まあ、オリジナルの、タカラトミーの、ボトムズも、レビューしてきたいと思います。では、やっていきましょう。まあ、ね、まあ、ちょっと、箱を見ていきましょう。これが上になっていて、確か、ストライクドッグの、物合いになっていて、後ろはこんな風で、もう片方の後ろは、後ろじゃなかった。もう片方の横はこんな風。まあ、これ横だった。皆さんすいません。下が、対象年齢が15歳以上。ということは、ね、15歳以上の玩具でもあります。まあ、こんな風にね。後ろはこんな感じ。さっき見せといたけどもね。ボトムズといえば、なんとかドッグとか、なんとかタートルがあります。これが、こんな風にコックピット開閉して、で、足、こんな風に、するギミックがあります。これを見てさ、なんとかドッグとかを、言いますもんでね。まあ、なんとかドッグでは、こんな形をしとるもんで、降りるときと乗るときは、こんな風になるもんで、まあ、なんとかドッグとかを言います。まあ、ちなみにこれが、番外編の、やつにもなっていてね、実はね、僕、これらの一般販売で、一般販売になるけども、実は僕これ、タカラトミーモールで買ってきました。タカラトミーモールで買ってきた、特典として、これがついてきました。ストライクドッグ改造用パーツがついてきたもんでね。まあでもね、普段一般販売だったらお店で買うタイプだけども僕ね、タカラトミーモール限定のアイテムがついてあったもんで、これも僕はこれ、買ってきました。まあ、これすごいいい特典がついてあったもんでね。まあ、一応僕も買ってきましたもんでね。じゃあ、早速開けていきたいと思います。じゃあ、開けていきましょう。まず、ここのテープを切り取って、ね。どっちでもいいのでね。じゃあ開けて、ね。うわぁ、こんな風になっています。すげぇな、これ。まあ、後ろは、ちょっとおもちゃを避けながら、こんな風。まあ、ちょっとニッパーとかが必要だもんでね。まあ、ね、組み立てるのも、相当ようになっています。まあ、これ組み立てなきゃいかんな。まあ、ニッパーも必要だもんでね。うわぁ、これ組み立てなきゃいかんな、これ。完全に。じゃあ、組み立てていきましょうか。ね。はい、組み立て終わりました。これが、ストライクドッグで、ちょっとストライクドッグで、ちょっとさ、すまないことがあるんだけども、ここのアンテナが、ちょっとこれが折れそうになっとるもんで、ちょっとストライクドッグの頭の部分だけは、ちょっと、動かせるのを控えておきます。
ちょっと皆さんには申し訳ないけどもね。これが、普通のスコープドッグ。まあ、ちょっと、スタイクドッグを見ると、スコープドッグの方が、やけに小さくて、スタイクドッグの方が、大きいです。ちなみに、英語で書いとるな。ベルゼルカなんですが、スタイクドッグと同様の大きさになっていますけども、ここのところが、ちょっと動くようになっとるもんでね、こんな風にすれば、多分、少し小さくなると思います。あれ、よく見ると、ベルゼルカと、スタイクドッグが、同じサイズになったと思います。あと、各機体の、この紙のやつが、入っていました。まあ、こんなもんもあったと思いませんでした。じゃあ、次に、このアクティブギアの、ボトムズで、どんな風に動くかさ、あとストライクドッグやスコープドッグ、ベルセルカの、どんなギミックを紹介していきましょう。まず、ストライクドッグの特徴といえば、この爪、と、この手、手が特徴です。まあ、これが、クロウが動くのも、いいんだけども、なんとこんな風にスライドすることができます。まあ、スコープドッグとスタイクドッグには、の共通点は、ここの腕が、伸びたり縮めたりすることができます。すごいな。あと、スタイクドッグの後ろはこんな感じで、バーニアも、よう動きますけどもね。ちょっとこれがさ、ポロポロ落ちるのが、欠点だと思います。ちょっと、控えたいけども、こんな風に、顔出しできたり、あと、ちょっと開くの、スワイクドッグで開くのやめとこう。ここ、ちょっと折れそうだもんでね。そんじゃ、スコープドッグでやってみよっか。まずこれを、こんな風に上げといて、で、そしてこんな風に開きます。これ乗っとんのが、キリコが乗ってますね。ストライクドッグには、スコープドッグには、ここの、ローラーがついていて、ね。パンチが、スコープドッグには、腕が両方伸びます。あと後ろには、こういうにビニ、こういうのロープ、ゴムのロープがついていますけどもね。ちょっと新品だもんでね、動くのも動きにくいところもありますけどね。
まずこれをさ、さ、腰のところをこういう風に開いて、このタンクを、ここに差し込めば、まあ、こんな風にも、つけることができます。おー、これいいね。うん。まあ、あとは、まあ、次は、ベルゼルか、だかな。ベルゼルか、なんですが、まあ、これ、ボトルムズの公式外伝に登場したやつでもあって、こういう風に、足が、こんな風に、風にしてて、まあ、こんな風に、取れた。取れたら知らない。片足で、こんな風に動いてさ、多分ここを、伸ばすんかな?あ、こんな風に伸ばして、で、足に乗せることができます。ね、あと、これが、この針が、こんな風に、動くこともできます。まあ、伸ばすこともできます。ね、正しく言えば。まあ、ベルゼルカは、まあ、スコープドッグやストライクドッグと同様、ここが開いて、で、まあ、伸ばさずに、ここが開くことが、コックピットが開くことができます。まあ、公式外伝見てないけども、誰かがわかんないけどね。まあ、これが、ギミックの紹介なんですけどもね。さあ、次に武器の持たせ方は、まず、ここの腕を外して、まあ、ここの手なんですけどもね。ここの手を外して、ちょっと、外れるかどうかはわかんないけども、ちょっと怖いな。あ、こんな風に外。ここを横にスライドして外れるけども、あー、ポロポロ落ちるな、これ。こんな風に外して、ね。よっこいしょ。ちょっとポロポロ落ちたやつは、ちょっとこっちも乗せとくか。あ、落ちた。これが、スタイクドッグが持つ、武器の、ソリッドシューターなんですが、まずここの持つところを外して、で、確かに外す。まあ、こんな風に外して、ね、次にこれを、つけておきます。まあ、こんな風になんですが、この次が、スタイクドッグに、つけておきます。まあ、こんな風になりますけどもね。次が、スコープドッグは、武器がこれ。ヘビーマシンガン、ショートバレル。
をつけておきます。まあ、ヘビーマジンガンも同じ。これを、外して、この、スコープドッグが持っとるやつに差し替えます。まあ、右、ああ、もう片方には、まずこれを伸ばして、これをね、上げて、ね。おっと。ちょっと簡単に外れんな。ちょっとこう、外すの怖いな。ちょっと怖いな。外すの。武器付け終わりました。ちょっとさ、スコープドッグなんですが、手の、ジョイントが、外れにくかったもんでね、ちょっとここの部分を、少し削りました。まあ、ちょっとさ、これでさ、取るのにさ、ちょっと格闘しとったもんでね、まあ、ちょっとね、ここのボールのところが、少しボコボコしとったもんで、外れにくかったと思います。まあ、見た目すごいなと思いますけどね。まあ、これもベルゼルか。は、そのまま、まあ、こんな風に外れるようになっています。まあ、これは簡単だなと思いましたけどもね。まあ、どれもいいと思いますけども、もう。まあ、最後に、パイロットが降りるときの、あれをやっていきたいと思います。まあ、こんな風にしますけども、もう、顔も片っぽをやっていきたいと思いますもんでね。スコープドッグでやっていきましょう。まず、これをちょっと外して、こんな風にして、ね。まあ、こんな風にね。とりあえず、ここを、まあ、これと、こんな風に、にします。まあ、これになるきっかけで、これが、ドックっていうことになっています。まあ、僕の、ね、想像だけどね、多分の。その次が、ちょっとスパイクドッグやってみようか。まずこれを、伸ばしていって、伸ばして、で、まずこの後ろの、これを伸ばし、を上げて、こういう風にして、まあ、これはスコープドッグと同じなんですけども。まあ、片っぽもやっていきます。まあ、片っぽも同じ手順で。こういう風にして、まあ、最後コックピットを開閉、コックピットを、開けといて、ね、スパイクドッグも、降りるときの、こんな風になります。まあ、あと、ベルゼルカーは、どんな感じになるのかわかんないけど、どんな感じだった？これを、伸ばして、で、こういう風に、
風にして、これ、片っぽも伸ばしておいて、一応こういう風にしときます。まあ、ベルツレカはそのままパカッと開けば、降りるときと乗るときの、こんなことができます。まあね、ちょっとさ、こんな風になるけどもね、まあ、これになるおかげで、ドックってつける由来でも、もう、なっていますと思います。まあ僕の、考えだったけどね、うん。ちょっと負けなんですけども、僕、ね、この、アクティブギアの、これを、買ってきたのは、タカラトミーモールで買ってきました。タカラトミーモールで買うと、実はこれ、ストライクドックの、改造用の腕がついてきますもんでね。まあ、タカラトミーモールで買うと、得にもなりますもんでね。まあ、いいと思います。というわけで、アクティブギアの、工面の放火の、セットのレビューはいかがだったでしょうか。まあ、アクティブギアって何年前の玩具だもんでね、まあ、復活してさ、それでね、ボトムズのファン、またはアクティブギアの、が、好きな人には、喜ぶ、ものでもあります。まあでも、まあ僕ちょっとさ、ボトムズのおもちゃも触ってみたいと思いましたもんでね、うん。まあボトムズって、元々は、宝から出してるんですけども、最近ではマックスファクトリーとか、プラモデルでバンダイとかさ、タカラトミーの、タカラトミー以外のところでも、よくおもちゃとかが出てきます。まあ、ほとんど15歳以上のやつなんですけどもね、うん。まあ、やっぱ本場は、まあ、宝で、まあ今はタカラトミーなんですけども、まあ本場はタカラトミーのやつが出たもんでね、まあ嬉しいと思いますけどね。まあ、もしよければチャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントでは、ボトムズ懐かしいなとか、何でもいいので、ぜひ、書いてください。まあ、あと、なんですが、アクティブギアの、クメンの放火のやつなんですが、ちょっとさ、作ったのが、昨日を、組み立てて、まあ、ずっと、箱から出したところまでは、ちょっとずっと前、撮ったやつなもんでね。まあ、ちょっとさ、時間が、だいぶ経ったなと思いますけどもね。ちょっと滑舌の悪さと、言い方が悪いところもあるもんで、ちょっと申し訳ないけども、ここだけはご了承ください。すいません。以上で、バタの、ボトムズアクティブギア、クメンの放火のレビューを終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。